プログレッシブランってのは、はい、ざっくり分かりやすく言うと、うん、あの、三笘薫選手がめっちゃ得意にしてるあれですっていう形でございます。なんかこう、あれだ。運ぶやつ。正解まー、あ、さンさすがでございます。それが、あの、ね、はい、表紙にもあったとおり、いわゆる運搬能力っていうものでもなるけど、あの、よく言う、こう、僕らのこの,あのデータマンの世界では、はい、ドリブルってこう、なんか普通に試合見てるとさ、うん、ボール使ってなんかランディングしてれば、それもドリブルに見えると思うんだけど、はい 敵と対峙して抜くときの、うん、あのアクションのことを基本的にデータマの世界ではドリブルって言うんです。はいはいはい、そうね。はいはい。そう。で、うん、じゃあ敵と対峙してないでボールをこう、じゃあ、あのー、持ってくときのことを何かって言ったら、これがいわ,いわゆるプログレッシブランというものになって、なるほどざっくり言えばこう、運ぶロングキャリーって言われたりするものだけど、う<ー>ん <laughs> そう、定義としては下にある通りで、まあ、自陣内。 であれば、三十メートル程度、あの普通にこう持ち運んだ場合。あとはこう自陣から敵陣っていうと、この陣内がこう変わるところであれば、十五メートル程度。うん、あはいはい。そして敵陣内であれば、十メートル以上運べば。プログレッシブラン一回成功みたいなところで。ね、向こうに行くに従って、難易度上がるわけだからね。そうそうそう,そうそうそう。あそう,いうこと、ね、そう、そう。これがプログレッシブ。プログレッシブってどういう意味だい?。前進するって言いう。ああ、そう。あなるほどね。そう。ああ、よかった。 はい。ということで、1位が、新潟のミト君ということになってる。<laughs> はい。ミトちゃんですね。うん,うんうんうん。と、だから、新潟が序盤戦こんだけこう、ガンガンやれてたのは、うん、伊藤良太郎さんの話とか、いろんなこう出てるけど、ミト選手がどれだけ運んでたのかってことは忘れちゃいけない要素ですね。なうほどね。どねえー、うんわかりました。はい。はいうん